ヨハネ様、いかがなさいましたずら？なんでもない！ジーンでした。なんでこんなことに。ありゃ、もうこんな時間ずら。よしこちゃん、そろそろ帰った方が。どうしたの？顔がこわばってるずら。気分悪い？待って、触らないで。今、魔界と交信中だから動くわけにはいかないの。少し待ちなさい。えいっ！あんた！触るなって言ったでしょ！やっぱり足がしびれて動けなかったんだね。さすがの堕天使様も正座は苦手ずら。ってことがあったせいで、ずら丸と正座我慢比べをすることになるなんて。しかし、リトルデーモンに弱点を握られたままなど、このヨハネのプライドが許さないわ。何としてでも耐えて、耐え。の勝ちずら。なんたる屈辱。あ、足がビリビリする。大丈夫？なんであんたはそんなにケロッとしてるのよ。同じ時間同じ体勢でいたはずなのに。マルも全然しびれてないわけじゃないよ。でもコツがあるんだよ。座るとき重心を少し前にしたり、かかとをちょっと開くとしびれにくいずら。あとは慣れかな。日々の習慣に助けられたずら。えいえいえい。うわあ、触るな。っていうか慣れとか一番